おはようございます。釣り子 TV です。これね、大量にルアー買ってきたんですけども、っていうのもね、1月の末の土曜日、日曜日で、お正月とかにもね、よく行くマニアックス、ね、プロショップマニアックスで、ものすごいセールがやっていて、中古のやつ、竿、リール、ルアー、小物、全部ね、30% オフでいいよーっていうね、すごいね、企画がやってたんですね。で、気づいたのが土曜日の夜で、あー、こりゃいかんいかんと思ってね、日曜日仕事終わってから駆けつけてみたんですけども、もう何もなくなってるかなーと思ったら、結構ね、あー、これも欲しい、あれも欲しい、もうね、何にしろ 30% オフで買えちゃうから、ちょっとね、今年使いたいルアーとかね、いっぱいね、追加で買おうと思ってね、主にね、中古のルアーいっぱい買ってきました。じゃあね、早速ね、それをね、開封というか出していきながらっていう感じで、まずはね、はい、いきなり中古じゃないんですけど、話違うじゃんっていう感じですが、これ、バサーの、2021年、03月号ということですね。これはね、買いたかったんだけどね、ちょっと買えてなくて、これは中古じゃないです。新品でね。で、後でこう、読もうかなっていう。今月号もね、内容が結構濃い感じになっているっていうことで、このスイムベイト特集ですね。あと、この表紙超かっこよくないですか、これ。バスがスイムベイト加えて、跳躍する瞬間ですかね。はい。今月号のバサー、これ買っちゃいました。あとね、もう一個ね、ちょっと新品で買ったものがあるんで、これもちょっとね、出しておきたいと思いますけど、はい、X ね、80Jr. のですね、コンクルージョンカラーですね。まあ、コンクルージョンカラー、なかなかもう店頭から見かけなくなっていて、ほとんど売り切れちゃってるんですけど、これね、欲しいなと思っていて、で、なかなか買えなかったんですけど、マニアックスね、まだコンクルージョンカラーが結構在庫していて、これはですね、暴走ワカサギってカラーですね。ちょっと透明の部分があって、頭のところにね、こういうキラッとするのがちょっとね、配置されていて、なんともね、魅力的なカラーなんですけども、これはね、2月に行こうと思ってるですね、先日までやってた12ヶ月亀山校攻略、小森嗣彦プロに聞くみたいなね、あれの2月とかに聞かないかなと思ってね、1個ね、追加で買ってきました。こういう感じのミノ聞くんじゃないかな。で、これはね、新品でございます。こんなね、コンクルージョンカラーマニアックスのが結構ね出ますんで、じゃあね、こっからいよいよ中古でね、およそ7000円分ぐらいかな、買ってきたんで開けていきたいと思います。まずは、はい、じゃじゃーん、これね、デプスのですね、グルカナイフの大きい方のサイズですね。あ、これね、ちょっと欲しくて、ね、中古で1280円で売っていたところがさらに 30% オフになるっていうことでね、とんでもなくね、お得だったんじゃないかなということで、これ 30% オフだったら間違いないでしょうっていう感じで、まずグルカナイフの大きい方ね、買ってきました。はい、じゃあどんどん行きます。お次はですね、そしたらこれ、ガンクラフトのレストですよね。で、このピンクバッグでね、お腹の方はこうベイトフィッシュライフな感じの、こんな感じのカラーなんですけど、これがね、なんとね、860円で売っていたところが、さらに 30% オフということで、レスト、これまあ860円で店頭に並んでるって時点でだいぶ安いな。違うお店だったらまあ1100円とか、なんとなく雰囲気的にはするんじゃないかなっていう。これがマニアックスだとまず860円で、さらにまあこの2日間限定のスペシャルなタイミングですけどね、 30% オフで買えたいので、こんな春っぽいミノを買ってみました。はい、じゃあどんどんいきます。お次がね、はい、じゃじゃん、ね、メガバスのディープ X、 これは200ですね。この色好きなんですよ、パーチみたいなね、こんな感じのカラーで、非常にこれ使ってないんじゃないかなみたいなね、綺麗なものがね、いて、これがなんとね、760円から、さらに 30% 引きっていうことでね、こ
これはどうでしょう、熱いなと思って、一つ買ってみました。これもね、結構ね、なんだろう、こういった春先にミノーで釣りをしていて、なんだろう、サスペンドとかスローフローティングのミノーが終わった瞬間ぐらいにこういうね、ちょっと入るクラック、プリプリしたものがね、釣れる瞬間があるんで、そんな瞬間に向けてね、買ってみました。760円のさらに 30% のものですね。はい、いっぱい買ったんです。次がね、はい、春っぽいルアーシリーズでどんどん続いていきますけど、これあのね、OSP のアシュラですね。これが、1060円の、やはりね 30% オフっていう感じだったんですけど、この色ね好きなんですよね。この OSP 独特なフラッシングの、そんでもって、まあ、金黒ですよね。これはね買いだなと思って、しかもまあ中古だからこそ買いだなっていうのも、アシュラがあのアシュラ2になりましたよね。うん、アシュラ2になって、であれはあれでもちろんね釣れると思うんですけども、このね初期のねアシュラっていうのが、昔いっぱい釣ったなーなんていう印象があって特に好きで、で状態のいい古いアシュラの好きな色があったら別に中古とかで買うようにしてるんですけども、まさにねあの霞水系なんかで好きで使う、金黒で、アシュラ2じゃなくて初期のアシュラでっていうことで、しかも、非常に綺麗な状態、まあこれはねちょっと使った跡があるなって感じの中古なんですけども、でもね十分綺麗で、これがね、まあ1060円の、30% オフだったらこれは買いでしょうっていうことでね、そんな感じでまあこう春っぽい、まあこれは春っぽくないかな、まあ、こんな感じで、ちょっとロングビルミノーとショートビルミノーで、気になっていたものをね、チェックしてみました。はい、じゃあね次がね、じゃあこれいきます。まだまだ買ってる。はい、これなんだろう、レイドジャパンのあれですよね、あ、ごめんなさい今名前出てこないんですけど、ブルタンクですね、これね、ブルタンクハテナバークみたいな感じですけど、レイドジャパンのこのちょっと大きめのね無意人みたいな、このトップウォータープラグね、これすごいね、1個欲しいなと思ってたんですけど、なかなかね、まあ、定価だとちょっとねお高いなぁなんて思ってて、実は1個も持ってなかったんですね。でもねこの手の形のルアーは好きだし、あとボリューム感もあるし、これは使ってみたいなぁと思っていたところ並んでいて、しかもこれ価格がですね、1120円だったんですね。1120円ってこれめっちゃ安くないですか、ブルタンクかな、ブルタンクですね。こんなのね、色もなんかこんなネズミみたいでね、非常にこうこれいいねと思って、でいくらかなと思ったらなんと1120円っていうね、マニアックスの中古コーナー、なんかこういうねミラクルというか、まあ、自分的にはこれすごいね、あれもうちょっと覚悟しとかないと買えないかななんて印象だったルアーが、なんと中古コーナーで、しかもちょっとお得な金額で並んでいてっていうね、これ別に 30% オフじゃなくてもありですよね、1120円だったら。どうですかこれ、これ買ったことないんで定価とかあんまりよく知らないんですけど、もうこれちょっと気になっていた、そういう気になっていたやつとかね、買うのに本当中古ってたまに抜群にね竿とかで言うにしてもいい時があるんで、はい、これブルタックが、1120円の、30% ということで、はい、じゃあね、いよいよ最後の1個ね、これはねなかなか取り出し物ですよっていうのがね、はい、じゃじゃーん、これ最後エバーグリーンのねキンバーフラッシュ、キンバーフラッシュのねこんなかっちょいいカラーね、うん、これがね1480円だったんですよね。1480円のさらにこう 30% オフっていうことで、これはねちょっとね探してたんで、でキンバーフラッシュね、もうね状態がいいのがあったらちょいちょいね買い足したりしてるんですけども、ノイジーダックスね買うことが多くて、で気がついたら結構こういうテールが
柔らかい素材のやつね、これがちょっともうボロボロのしかないなと思ってね、もし見かけたらと思っていたところ、しかも 30% オフで買える、しかもこれね、ティンバークラッシュ中古でもそんな安くなんないんですけど、通常の状態で1480円、それから 30% オフっていうことでね、これはもうね買いでしょうと思ってね、今年これバンバン投げますよ、はい、なんていう感じで、つらつらと買ってきてみましたが、はい、レシートで見るとこんな感じですね、マニアックスっていうことで、まあ上のところの、X80Jr. であるとか、まあバサーはねもちろん定価ですけど、この中古バスルアー、中古バスルアーね、もう全部 30% 引き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 っていうことで、通常だったらこんだけなんか思いの丈を買ったらね、だいたい1万円は超えてくるんじゃないかななんて思うんですけども、非常にですねお得にお買い物することができましたっていう感じでね、この 30% オフのセール、1年にまあなんかね1回ぐらいねやるかやらないかっていうね、そういう激レアなイベントなんですけども、マニアックスのあのブログとかね、あの定期的にチェックしてるとですね、こういう、緊急企画とかね、いろいろ、アップされてますんで、まあそこでね、見て、買ってっていう感じですね。で今回ねちょっと間もなく新製品がいっぱい出るんじゃないかなっていうことで、釣り竿とかリールの購入はね我慢したんですけども、ずっと探していたですねバンタムのね、ビッグベイトロッドの唯一持っていないバンテのねミントコンディションのものがやはりね 30% オフぐらいで並んでいて、それ買うか買わないかでねもうねずーっとね、お店の方にいたんですけど、まあ今回はねちょっと釣り竿の方は我慢してね、団長の思いで我慢して棚に戻して、まあその代わりね、ちょっと気になっていた中古ルアーを山盛りで買ってきてみました、はい、というわけでね、こんなもんね、普段買ったりしてるよっていうことで、やはりね、中古釣り具屋さんえぐりはやめられないシリーズですね、もうねこんな感じでねちょっと欲しかったルアーがねお得に買えたりしたら、これしかも全部 30%ね、まあ春に向けてねこんな感じで、釣り具屋さん巡りなんかも非常にね、有効なシーズンなんじゃないかななんて思いますんで、まあマニアックス別にこの 30% オフイベントやってない時もね、あの中古のラインナップめちゃくちゃ、濃いものが揃ってるんで、気になってる方はね、ぜひ覗いてみてください、はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、中古の竿リール、ルアー小物 30% オフで買えるスペシャルイベントやっているよっていうマニアックスに行ったら、まあ、こんなお買い物をしてきたよって、こういった感じの動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。